Space Monkeys TV。 よし、ちょっとジョイコ投げます。アマゴから春チューン、春ウェイトチューン。怖い、怖いな。ラインのチェックはこまめにしましょう。実はこれ2日間入ってます。釣れねえ、釣れねえぞ。実はこれ2日目なんですよ。ダメだ、2日間やり通したけど何の成果もない。2日間で1匹ほんとそこに浮いてるの。濃いかもしれないけど、木の間に浮いてた魚見ただけ。結構ね、釣れとる人は岩盤のフットボールジグで釣れてるみたいな感じですね。ちらほら聞いた話には、岩盤フットボールジグ、風当たりの強い岬とか花香港に近い。自分は結構上流の方をメインにカバーやってきたんですけど、ダメでした。厳しいな、心が折れそうになる。まあ、やり続けましょう。負けないぞ。帰ります。ということで、全然釣れませんでした。ということでですね、家に帰ってみたらこれ届いてました。今日のサムネイルとタイトルにもなっているジグ福袋、いやならぬジグ福箱。なんかね、パターンとしては三崎の岩盤複合ポイントでフットボールジグで釣れているっていうようなケースも何例かあるみたいなんでね、今度ちょうどねフットボールジグが入ってればいいんですけど、もし入っていたら試してみたいかなと思います。ということで上げていきましょう。ジグ福箱3500円分いってみましょう。今なんやかんや言ってね、ジグの人気がかなりね低迷してるらしくて、まあスイムジグってところで使われてることはあるんですけど、純粋にねジグをね使う、購入するっていうのが、ね、割とね少なくなっちゃったみたいです。こんな感じで入ってました。バッチリひっついてるんでちょっと切りますわ。出してみたいと思います。こんだけ入ってました。一体何が入ってるのでしょうか。じゃあ上から見ていきましょう。まず1つ目、ザッ俺たち印の PD チョッパーミニストロングが入っていましたね。これが入っていました。サムネ撮ってねえや。まず1つ目、PD チョッパーミニストロングですね。まあ先ほども言いましたけど、さあ開けてみましょうか。 PD チョッパーミニストロング、カバーの最奥へ、タツルワで有名ですわ。ハネラバスペシャルとかね、いろいろありますね。これのねスイムジグもね、デッドスローなんかもありますが、今回は小さい PD チョッパーストロングですね。皆さんはこれ持ってますか？どんな風にして使いますか？まあ、一つずつね、ジグ出してるときに、俺はこんな使い方しますよなんてコメントください。まずこれから。続きは、これ、Fジグハイパー有頂天というシールが貼り付けてありますね。32分の3オンス。Fジグといったらスモラバの先駆け的存在ですね。もう今はね、もう古くなっちゃって懐かしい人もいるのではないでしょうか。開けていきましょう。GP カバークローっていうカラーだそうです。あ、いい色だわ。これ好きだわ。ちょっとライトグリパン。ウォーターメロン的なカラーで、ラメは入ってないみたいですね。自分は赤ラメか青ラメが好きです。皆さん何色のラメが好きですか？二つ目がこれ。三つ目がこちら。マブラバ。これはですね、今カツですよね。これでアベラバとか俺すげえ使ったんです。マブラバこれが初めてかも。こんな感じ。あ、これは赤ラメが入ってますね。これが 2.3g。今俺が使ってるベイトフィネスのベストマッチだ。そんな。スモラバですね。三つ目。もう一個入ってたマブラバ 2.3g。カラーがアベテナガ。これも一緒にいっちゃいましょう。はい、こちらがアベテナガカラー。あ、これは、ちょっと、あれですね。茶色がかってますが、これはブルーフレーク、ブルーラメが入ってますね。いいじゃないですか。アベラバ二つ。あ、マブラバ二つだったね。今のところ四つ。そして次は、
フットボールジグが2つ入ってました。これ見ていきましょう。1つがデプススーパーヘッドロックジグと、もう1個が OSP の03ハンツ。シリコンスカート採用で、フットボール譲りの高い安定性を維持しつつも、サイドを削ぎ落としたことによりストラクチャーへの挟まりを最小限に抑えたっていうのがこれだそうです。ブラシもついてますね。まあこれは結構ハードなね、カバーとか、あとは水中の木にかけて提灯とか、フィネスにも誘える、そんな感じでしょうかね。で次がこれですね。岩盤とか砂地とかフラットな、そんなところでピャンピャンとね、フットボールさせて、サッカーさせてね、釣りたいですね。カラーはこれなんだろうか、ファイヤーエッジカラー。この赤色ね、かっこいいね。もうまさにザリガニっていうような、そんなカラーですね。これは2分の1オンス 14g ですね。これはもうね、バコーン飛ばして使いたいジグですね。で、あと2つあります。一気にいっちゃいましょう。1つ目はこれ、クーオンから出ています、パーフェクトカバージグ。クーオンっていうのは、まあ、ジャクソンですね。PF カバージグ 14g リアルワカサギカラーというやつですね。これはね、リアルワカサギカラーだけにね、ちょっと巻いても使えそうなやつですね。アーキーヘッドタイプ。こういうのっていうのはね、非常にね、回性能が高いです。アーキーヘッドは。で、さっきのフットボールジグっていうのは、まあ、ブラシがついてないんですけど、これはもうフッキングに特化してる。で、跳ねさせる。ポンポンと跳ねさせて、ボトムバンピング。これは、どちらかというと、ズル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 、ズルズルズルと、フィネスにね、引きたいかなという自分の使い分けがありますね。ブラシガードもついてますね。白。いいっすね。なんか、全体的なバランスとして、ね、チャートカラーからね、溶け込むようなカラー。そんなラインナップですわ。で、ラスト。俺がよく使います。OSP ジグ。01ジグ。7g ですね。カラーがド派手ですね。これはキラーゴールド。開けていきましょう。はい、こんな感じですね。これもまたね、スイムジグなんかにしてもいいんですけど、スイムジグね、いろいろなね、タイプのものがね、まあ OSP さんからも出てますし、いろんなメーカーからも出てる。よくね、スコーンリグなんて言ってやり出した時はね、このアーキーヘッドタイプがもうスタートだったな、俺は。よく OSP の01ジグ、もう超ストロングジグ、01ジグストロングなんつってめっちゃでかいの使ってよくやってましたね。河口湖でね、これでポークをつけてズル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 、春先から夏の終わり、冬の終わりまで使ってた、そんなジグですね。これは本当にもういろんなところでも使えるフィネスジグって、こんな感じ。戻りましょう。ジグのこのね、なんだろう、骨董無芸なね、もうジグというね、もうルアー、一体何なのこの生物っつったら、ジグはジグという生物なんですなんつってね、投げてたね時が懐かしいし、やっぱりもう一回ね、このラバージグを愛してみようと思います。ラバーだけにね。以上、スペルロケットレース。